こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。このところ、おなじみのプレステ5の起動画面ね。おお、いきなり何かと思ったら。デッド・オア・アライブ5ラストラウンドね。出たぜ。アストロプレイルームの、アップデートね。今回で4回目の、レスキューミッションだ。もう、アップデートできたわ。早いぜ。現在、右上にあるように、8月31日の朝の4時前で、ウプ主にしても、娘を起こすのがためらわれるんで。しばらく、デッド・オア・アライブで遊んだぜ。そうよね、娘ちゃんには朝早すぎるわね。で、編集。念のため、お知らせにマークがあるんで見ておく。ちゃんと、アップデートされてるわ。やっと4回目ね、まあ、明日から9月だしね。ゲームを切り替えるぜ。こういう時、ディスクを入れ替えなくていいのは楽だぜ。はい、来た。見慣れた画面だぜ。新しいソフトでは変わるんだろうね。普通、スキップしちゃうけどな。ソニーインタラクティブエンタテインメント。チーム遊びのロゴ以外は、変わってないよな。多分ね。これだけ変わったよな。これも、見慣れたロゴだぜ。レスキューミッションも4回目だし、慣れてきたわね。ゲームの進め方なんかも、プレイヤーによって、違うだろうが、おのおの固まってきたよな。はい、出ました。今回の舞台は、メモリースカイね。これ、アップデートした初回しか出ないんだよな。そうなのよね、はい、×ボタン。娘、始めるぞ。また、ミッションに行く前にミッションルームで。救出したボットと、残り日数の確認ね。プレイステーションラボに行くんだな、編集だ。エレベーターで、シークレットラボに降りるまで、編集。降りてきた。ミッションルームにまっすぐ行けよ。これ、ローディング画面みたいなもんだろうが、だるいぜ。着いた、3体、ボットが居眠ってるわね。上のカウントダウンは、残り5日になったぜ。娘ちゃん、見まくってるわ。娘、わかったから、戻れ。もう、いいわよ。よしよし、戻れ戻れ。編集。帰ってきた。入り口まで歩くようなので、編集。メモリースカイに入る。入ったら、また次のヒントが出るはずだ。入ってはい、出た。黙々ゲートウェイで救出するんだな。じゃ、ここから歩いていけばいいのね。そうだな、じゃ行っか。娘ちゃん、行きなさい。飛べよう、編集。飛んでる。跳ねてる。ん？止まって何してるの？アストロの踊りの練習というか、暗記だ。いつも、スピードランのフィニッシュで踊るやつ？そうだぜ、4種類あるぞ。4種類？デュアルセンスの十字キーの、各方向に対応しているぜ。じゃ、上下左右の入力で4種類あるのね。それを、反射的に入力できるようにせなあかん。バーチャファイターのコマンドを覚える方が簡単だな。そうかもねー、それが必要になるの？微妙にあるようなないような。まあ、いいわ、進みましょう。引き抜いて、ケーブルを張るぜ。娘ちゃん、飛び跳ねながら渡るわね。ウプ主にはできないゲートだ、それに風が強いぞ。もう一本、引き抜いてケーブル張るぞ。圧巻当たって、落ちたー？娘、空中で上がってケーブルに乗ったぜ。すごい、でも戻るの？2本ケーブルを張って、あらかじめ道を作るんだ。なんで？アイテムを持って、ケーブルを渡らなあかんのや。ケーブル張る前に、アイテム取ったらダメなの？おう、飛んだ。アイテムを取るときに、両手を使うんだ。あ、ほんと、両手で引っ張るのね。
って、これを持ってケーブルを渡らなあかんのや。なるほどね、ケーブルの手前なのね。娘、ケーブル渡らんと、飛んで渡っとるがな。うつ虫は、できない。風が強いので、こっちはケーブルを渡る。なんか、飛んでいった。最後は飛び乗った。もう、見えているが、先まで進む。あの、空中の青いところね。そこに投げ込むと、出たぞ。飛び移ると、赤色灯が消える。今まで漏れていた情報でわかっていた。サルゲッチュね、ウプ主は名前しか知らないけど。そうだぜ、しかし、ウプ主が名前だけでも、知ってるから、まだマシだな。それで、これから、どうするの？とりあえず、普通に進んでいくぜ。この辺は楽勝だ。娘ちゃん、余裕で敵を潰しながら、進んでいくわね。潰す、潰す。まだまだ、潰す。娘、敵にやられることは、まずないな。もう、全部潰したかな？雲に飛び乗って、移動だ。ウプ主なんか、飛び乗るのに緊張してたぜ。こんなとこ、娘ちゃん、楽勝ね。それで、登ってすぐ生えている木を逃がす。光りながら、バナナが落ちてきた。拾って、サルゲッチュのところに向かうぜ。ここから、飛び降りるぞ。おお。たまに、着地の衝撃でバナナを落とすぜ。飛び移って、バナナが消えたら勝負だ。サルゲッチュと同じ踊りをすると、本気の悪が出る。合っていると、足元がいろんな色に変わるが。間違うと消える、で救出失敗。だから、動きを覚えて、素早くコマンドを入れるのね。で、また回ってバナナを取りに行かなあかん。めっちゃ、めんどくさいぞ。で、次に踊るまで編集。娘ちゃん押しても、失敗するのね。今までで、一番難しいぜ。もう、わけわからんぞ。無理やろ、こんなん。音符マーク、出ずに失敗。一瞬だな。ウプ主は、とっくに諦めているぞ。クリアしないと、次回作に影響するんでしょ？娘も、いい加減、嫌になってきたぞ。もう、踊るのやめたし。そんな感じね、あ、PSP しだした。それでも、足元、綺麗に光ってるわよ。で、踊り出すも、失敗。サルゲッチュの踊りと関係あるのかないのかわからんぞ。娘ちゃん、寝た。でも、足元は光ったままだぜ。サルゲッチュは踊り続けてるし。PSVR 出すか？あ、失敗。結局サルゲッチュの踊り通りコマンド入れるのか？娘ちゃん、やる気なさそうだけど足元光ったままよ。結局、何秒間か足元が光ったまま耐えればいいんだろ？情報が少なすぎるぜ。まだ光ってるけど、別の要因があるのかな？あ、寝た。こんだけ長く足元光ってるのに、あかんのか？本気マークと、関係がいるのか？娘ちゃん、まだやる。諦めんな。やっぱり、踊りが合うと、本気マークが出るな。なんか、踊り、合ってるし関係も上がってるわよ。足元は光ってるが、同時がクエスチョンマークだ。失敗ね、またまた、バナナ取りに行くのね。今まで、踊るとこばっかり編集したが、毎回、こうやって、バナナを取りに行ってたわけだ。めんどくさそうだけど、娘ちゃんには余裕ね。一回潰した敵は出てこないしな。この集会場には、敵はもういないわね。しかし、クリアというか救出できる条件がわからんな。もし、救出に成功しても、なんで成功したか、わからないんだろうね。そうかもな。娘、やけくその視点でプレイしとんな。バナナ落ちたわよ。拾って、また行くぜー。娘ちゃん、よく心が折れないわね。さすが、ウプ主とは違う血液型だぜ。なんか、サルゲッチュ見ると、腹立つぜ。やるわよ。踊りが合ってるような、違ってるような感じで。足元は光ったままで、表示は。クエスチョンマークと音符マークが交互に出て、音符の時は、関係が上がるなぁ。結構、長く足元、使ってるわよ。もしかすると。
なんか、鳴った。いけたー。救出成功。疲れたー。多分、皆さんは、一回で救出クリアするんだろうね。後々、そうなるんだろうな。娘ちゃん、疲れて、動けないわね。トロフィー、二つもらえるんだなー。最後だから？新作ソフトに繋がるんだろうな。娘、また、ミッションルームに確認に行くんだろ？編集しまくり。やらないと、気が済まないのね。そのようだな。6体、4体に増えてるはずだがな。増えてないと、悲しいわ。帰ってきた、編集。降りろー。編集。入れー。入った。いるんだろ？文字が邪魔だ。耳奥にいるわよ。娘、またやるのか？やっぱり、やったわ。サルゲッチュの着ぐるみが取れるのがいいな。もう、気が済んだか？そこは、変わっていないだろう。まあ、最後だから、見てみなさいな。発売延期しないでくれよ。まっすぐ帰れ、編集。上上がれ。上がりなさい。よし、帰った。おい、どこ行くねん。もしかして、ガチャガチャ？新しいの、ないって、編集。これ、ないやん。本体周辺機器、値上げってないのね。霊夢、それ言うか？娘、出るぞー。どうせ、次、トロフィーの確認だろ？編集。お知らせからでも、わかるね。このトロフィーが重要なんだろうな。ここでも、見れるわね。やっぱり、4体分のトロフィー4つに、今回の、2つもらえたうちの、新たな大冒険の始まりってのが、重要なんだろうな。まだ、確認するぞ。一番上がアストロね。全部 100% になってるぜ。やっと、終わったのね。追加要素も 100% だ、これで次の新作ソフトに、心置きなくいけるぜ。そうよね、もうカウントダウンも5日で。1週間切ってるもんね。さっきも言ったが、このアップデートにも出てきた。そこぞのメーカーみたいに、発売延期しまくんなよ。まあ、あそこは、延期を前提に作っていそうだしね。まあ、いいけどな。あそこのメーカーは。まあ、でも今回の救出は面倒だったわね。そうだぜ、未だに救出条件がよくわからんぜ。今日、アップデートされたばっかりだしね。しばらくすれば、ソニーインタラクティブエンターテインメントからの公式の、救助条件が開示されるだろう。そうだろうね、何にせよ。今日は情報がなさすぎるわ。そんな中で、救出に成功した、娘を、叩いてやろう。そうね、うぷ虫だけじゃ、絶対できなかったわよね。とっくに、デュアルセンスを放り投げてるだろうな。そうだろうね。ところで、新作ソフトの動画は作るの？さあ、うぷ虫次第だが、この手のゲームはな。うぷ虫？対戦格闘もんや、レースもんみたいに。サクサク決着がついて終わるのしかしないもんね。そうなんだよな、もう、任せて今回は終わりか。そうね、終わりましょう。今回の動画は、これにて終了です。今回の動画は、幾分偶然クリアできてしまった。感じで、大変お見苦しい点がございますが。何卒、お許しお願いいたします。後日、改訂版を作りたいくらいですが、新作ソフトが発売されてしまいますので。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それ
よう。Again. What? トライ、アゲン。